NRI Voice、 こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺っていくのは IT マネジメントコンサルティング部長、松信智彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松信さんは IT を軸に組織改革や戦略策定、またガバナンス確立やサービスマネジメント改善、加えて企業の情報子会社の改革など数多くのプロジェクトを手掛け、企業のデジタル変革に向けたコンサルティングや情報発信を行っていらっしゃいます。このシリーズではデジタルケイパビリティをテーマにお話を伺っているんですが、3回目となる今回はどんなお話でしょうか。はい、今回はデジタル事業創発力とデジタル実践力です。改めてお話を伺っていくのは NRI IT マネジメントコンサルティング部長を松信智彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はデジタルビジョンの構想力という点に、ついて伺いまして、まあ、デジタル化といってもいろんな内外的なその細分化していくといろんなところがあるという話もありましたが、今回は、まあ、実践力ということも含めてどういうお話なんでしょうか。はい、今回はですね、デジタルを活用した新規事業を進めていく、まあ、生み出していくという意味でのデジタル事業創発力、はい、それから個々のですね、まあ、前回お話をしたデジタル化テーマを実際にこう前に進めていくときに必要になるデジタル実践力についてお話をさせていただきます。はい、まあ、実際にじゃあデジタル事業をやろうとなったときにどう実践していくのかというお話を具体的に伺える。はい、はい、そうなってくるとまずはその生み出していくところから伺いたいと思うんですけれども、はい、はい、具体例としてですね、まあ、我々あの新規事業創発の高速学習型プロセスと呼んでいるんですけれども、これについてご紹介をさせていただきます。高速学習型プロセス、はい、なんだかこう気になりますね。非常にこうすごい名前なんですけれども、はい、まあ、もちろんそのこうすれば必ず事業が成功するっていうようなですね、もちろんこんなような事業開発の方っていうのはありません。はい、でこれはですねお聞きになって、まあそれはそうだよねと、まあ当たり前のことだよねっていうふうにこう思われるかもしれないんですけれども、ええ、実際にはこう企業の中で行われる新規事業開発っていうのは実はこの当たり前のことが当たり前のことになっていないっていうことが、まあ一つの課題だというふうに思っています。あ、そういうことを軌道修正していくことによって新しいことが生まれてくるってことですか。はい、もともとですね既存の事業をやっている方々にとってみると、はい、まあ、過去の成功ですとか、うん、失敗経験というのはたくさんあるわけですね。はい、でそれをもとにして蓄積されたこうノウハウっていうものが、まあ、たくさんあって、新しいことをやるときには、まあ、そういったものを使いながらリスクを漏れなく洗い出して、はい、社内にいるですね有識者、まあ、このチェックを受けて、うん、まあ、上司にほうれん草をして、うん、まあ、こんなような手順っていうのがこう、はい、大企業の中では一般的なやり方だと思うんですけれども、まあ、こんなような物事の進め方っていうのは失敗をしないっていうようなことが価値基準のこう前提にある進め方なんですね。そうですよね、確かに、はい、その通りですね。ですのでまず大事になってくるのは、まあ、新規事業においてはまあ、不確実性が非常に高いっていうことを改めてこう認識をした上でプロセスを回していくということが特に大企業においては重要になるということになります。ということは失敗してもいい、もしくは失敗することが前提だということの、まあ、軸で物事を考えなきゃいけないということですか。はい、失敗というのを失敗として捉えるのではなくて、うん、失敗というのは学習する機会だというふうに認識をしていくということ、それから成功の確率を高めていくっていうことが重要になりますので、仮説を作ってそれを検証する学習機会をどれだけたくさん得られるのか、まあ、逆に言えばこれが成功の鍵だという考え方がこの高速学習型プロセスということになります。で、デジタルっていう観点でお話をすると、うん、昔と比べてですね新しいアイデアをこう実際の形サービスにしていくときの、まあ、労力であるとか、はい、コストであるとか時間というものが、まあ、いろんな今クラウドサービスですとかいろんな新しいサービスがありますので、まあ、こういったものを組み合わせてこう簡単にこうできるようになっているわけですよね。ですのでこういった高速学習を、まあ、非常にこうやりやすい環境があるっていうことも一つのポイントだというふうに思っています。なるほど、そう考えると、まあ、いきなり野球でいうところの第一打席からホームランを打つんじゃなくて、三振したとしてもなぜ三振したのかってことを第二打席にこうプロセスとして生かしていって、なるべく早くヒットやホームランが打てるようにしていく。そうですね、うん、まあ、なるべくこうたくさん打席に立ちましょうということですね。あ、そうするとおのずと結果が出てくると、はい、で今はその打席に立つための、まあ、労力とか値段っていうのも安くなっていると。そうですね、はい、じゃあアイデアが出ましたと、
どれを実行していくのかっていうところで大事なのは何なんですか。特にその事業をこう立ち上げていくところですね、うん、まあ、こちらの4つぐらいのこうステージがというふうに思っているんですけれども、はい、あの一番最初のステージになってくるのはまずチームをこう編成をしていくということになります、うん、そうですね。でこれがですね実は非常にこう重要なポイントになっていまして、はい、あの先ほど話をした高速なこう仮説検証を行っていくためにはやはりそのある程度少数なあのメンバーでやっていくということがあの非常に大事なポイントになってきます、うん、アマゾンですね、アマゾンなんかでよく言われているあの2ピッツァルールっていうのがあります。2ピッツァルール、ピッツァ2個、はい、ピッツァ2個です、はい、これは新しいこう事業をやっていく、まあ、考えていくときにですね大体こう2つの2枚のピザを食べられるぐらいの人数でやりなさいよと、丸いピザ2個をまあ大体食べられるぐらいの人数ですので大体まあ5人から8人ぐらいですかね、まあ、それぐらい あの人数でやりなさいよっていうことをアマゾンが言ってるんですけれども、はいはい、まあ、それぐらいのまずあの少数制でやるというのが一つ、うん、でもう一つはですねその少数の中にもやはりその必要なスキルっていうものがありますので、このまあ重要になってくるスキルって3つあるというふうに思うんですけれども、はい、一つはまあビジネス力ですね。これは新しいそのビジネスを考えていったりもちろんその社内のいろんな調整をしたりっていうようなビジネス力、それから具体的なそのサービスを設計していくまあデザイン力ですね、うん、それから実際にそのこのデザインしたものをまあデジタルの形に落とし込んでいくまあエンジニアリング力ですね、うん、まあ、この3つのスキルをまあこのメンバーの中でしっかりこう持っていると、まあ、こんなメンバーを選んでいくということが重要なポイントだというふうに思います。で、うん、特にですねスキルだけではなくて重要になってくるのが、はい、思いをですね共有できるメンバーかっていうことが非常に重要だというふうに思っています。どうしてもその成功がですね見えない中でですね失敗を繰り返すとなるとどうしてもですね心がやっぱり折れてしまう、まあ、こんなシーンが出てくるわけなんですけれども、はい、思いが共有されているかっていうことが、まあ、チーム編成の大きなポイントになってくると思います。新規事業をまあ精査していくときのポイントとしてこういったその段階に沿ってそういったことができているのかどうかっていうその一つ一つその段階に合わせた評価をするっていうことがまあ非常に重要なんですね。常にチェックをする、はい、例えばその一番最初のこのチーム編成のステージでですねこうチームを作りました、まあ何となくこんな仮説をやりましょうっていうステージなのにいきなりじゃあ3年後にいくら儲かるんだこんな問いかけをすることに意味はないわけですよね、うん、ですので例えば最初のステージであればこのチームは本当にうまくいくチームなのかってこんなような評価をすること、うん、まあ、これが非常に重要なことになります、はい、でこのその高速型のですねプロセスの、まあ、残り3つステージがあるんですけれども、はい、2つ目がですね、まあ、初期検討のステージということになります、でこのステージはですね、まあ、最終的に、まあ、ビジネスのゴールが何なのかという話、はい、それからターゲットとするユーザーはどんなユーザーにするのか、うん、まあ、これを決めていく、まあ、ステージになります、はい、まあ、ポイントになってくるのは前回お話をしたデジタルビジョンですとかデジタル戦略、まあ、これを手がかりにしながら、うん、まあ、どんなことを自分たちがやっていて、まあ、どんなような個別具体的なゴールを描くのか、まあ、これを作っていくっていうステージになります。例えばアナログでは届かない客層にどうやってデジタルで届ける、はい、そうですね、じゃあどの層に届けるのかって話ですね。そうですね、はい、例えばその、30代以下のですね、まあ、新しい若い、ユーザー層を例えば金融機関の中で獲得していきたい、まあ、こんなようなゴールになります、はい、でこれが2つ目の、初期検討ステージ、それから3つ目がですね、はい、サービスデザインステージと呼んでいるんですけれども、はい、これは今話をした初期検討ステージとこう行ったり来たりしながら、まあ、実際には進めるわけなんですけれども、まあ、今話をしたターゲットとするセグメントの方々っていうものが具体的にどんな課題を持っていて、まあ、それをまあどういったデジタル技術を使いながら解決していくのかってこう仮説を、まあ、シナリオですね、ストーリーを作っていく、まあ、こんなようなステージになります。でこのステージにおいてはスケッチブックで落書きみたいなものをしてですねイメージアップをしていくですとかっていうことで構わないのでプロトタイプと呼ばれるようなものを作りながら、先ほどのそのターゲットになるユーザー層に対してそれをこうぶつけていってその仮説を検証していくと、まあ、これが3つ目のですねサービスデザインステージと呼ばれるものになります。で最後のこの4つ目のステージが本格検証ステージというふうに呼んでいますけれども、はい、ここまでですねサービスの仮説ですとかプロトタイプっていうものをこう作ってきたと、はい、でもちろんそれだけではダメでして、実際にどう稼いでいくのかってい こうビジネスモデルですとか、実際のその事業を展開するときに必要になっている、例えば法制度は大丈夫なのか、はい、例えば社内 その業務プロセスは大丈夫なのか、技術的な実現性はあるのか、まあ、いろんなこう要素が出てきますので、はい、まあ、こういったことを一つ一つ検証していくというステージになります。でこのフェーズにおいて非常に大事になってくるのは自社だけではなくて、まあ、社外のパートナーですね、まあ、これはビジネスパートナーであり、はい、技術パートナーでありいろんな方々とこう巻き込んでいくことが必要になってきます、はい、
で、あの大企業でですね、こういったことをやるときに、よくありがちなあのこととして出てくるのが、例えばビジネスパートナーとしてとある大企業さんを選びましたってなったときにですね、自分たちは3ヶ月後のサービス運用を目指しているのに、その大企業さんとパートナーを組むのにですね、意思決定をするだけで1ヶ月半かかりますと、まあこんなようなことが起こりがちなんですけれども、実際にはこういったシーンもなくはないんですけれども、やはりそのスピードっていうのをまず優先しながらですね、このパートナーシップを組んでいくっていう、こういった観点も重要なのかなというふうに思います。それからこの4つのステージを通じて重要になってくるのは、最初からすべてを作ることをやらないっていうことですね。そうですか。高速学習、なるべく多く打席に立つっていうことですので、最初はとにかくまっすぐだけ打てればいいと。なるほど。はい、なのでもうまっすぐだけに絞ってまっすぐ打つことだけをやる。なるほど。でそれが打てたら次はじゃあまっすぐとカーブを狙っていく、こんなような形で何回も何回もこう、繰り返して、これは高速の学習型ということになります。アプリのアップデート的な感じですね。そうですね、はい、なるほど。実践力を高めるためには何が、組織として強化する必要性があるんでしょうか。一つ目はですね、データを起点とした業務プロセス改革というポイントです、はい、で業務プロセス改革っていう言葉自体、これは昔からある、言葉なんですけれども、データを起点にしたっていうところが、ポイントでして、データでですね、現実の世界を再現をしながら、そこに対して業務のやり方を見直していきましょう、これがデータ起点の業務プロセス改革という概念になります。それは思い込みみたいな感じを排除していくということですか。そうですね、もちろんそのいわゆるその KKD と呼ばれるような、勘と経験と度胸を排除するっていうことなんですけれども、具体的にお話をするとですね、例えば今ここの収録をしているこのスタジオのこのビルがありますけれども、このビルで稼働しているこう空調設備っていうのはたくさんこうあると思うんですね、でこの空調設備の挙動ですとか、このビルの中 の, その空気の温度ですとかっていうものを例えばデータで再現する、こういうことを考えたときに、例えばその空調設備の設置場所であるとか、一個一個のファンの回転数であるとか、空気がどれぐらい出たのか、何度で出たのか、各部屋の温度がどれだけ上がったのか下がったのか、この結果をですね、分析をすることによって、例えばこれがこういう挙動をしたら統計的には1週間後にこの部品が故障する可能性が非常に高いというふうになると、先ほどの KKD でやってきたある意味設備の保守業務みたいなものですね、この数字に合わせて事前にその部品をこう準備をしていくと、それによって業務プロセスが変わっていく、こんなようなことをデータ起点の業務プロセス改革というふうに呼んでいます。はい、2つ目はですね、1つ目の今のデータ起点の業務プロセス改革っていう話に絡んでのお話になりますが、AI の活用力というものです、人間でなければできないことが何なのか、これをしっかり抑えていきましょうというのが、大事だというふうに思っています、じゃあ具体的に人間でなければできないことってこうじゃあ何なんですかっていうことなんですけれども、そもそもじゃあデータを集めてデータを分析することが何のためにやっているのか、これは AI は考えませんよね。そうですね、ですので一番最初に出てくるのはビジネスの目標を考えるっていうことです。それからじゃあこういったことをやるときにどんなデータを AI にインプットすればいいのか、これも AI には分からないですね。ですので、このデータを選んで AI にインプットしていく、これも人間がやらなければいけないことになります。それから最後にですね、AI が出した答えっていうのがあると思うんですね、例えば何日後にこれが故障しそうだみたいな話があると思うんですけれども、じゃあそれをですね、どういうふうに人間のこの現実世界の中で対応していくのか、なるほど、これを決めるのも人間ですよね、例えばもしかしたら、非常に効率化されるかもしれないけれども、それによっていろんなこう弊害が起こるですとか、法的に問題が出るとか、こういったことを判断するのは人間でしかできませんので、こういったことをしっかりやっていく、これがの AI の活用力と我々が言っているこの2つ目のお話です。なるほどね。でデジタル実践力のこの3つ目の最後のお話なんですけれども、これはアジャイル開発力と我々が呼んでいるものです。アジャイル、このアジャイルっていうのはですね、迅速にですとか、機敏に、こんなような意味ですけれども、これは従来ですね、この IT の開発の世界で、主流になっていたウォーターフォール型開発っていうものがあるんですけれども、滝のように、これの対義語です。で従来ですね、 IT の開発っていうのをどういうふうにやってきたかというと、ある意味予定調和的にですね、企画をして、計画をして開発をして、ある意味こう一気に作ってしまって、さあどうだと、
まあ、こんなような形の、まあ、ある意味一方通行のやり方をしていたんですけれども、うん、先ほどあの高速型学習の話をさせていただきましたが、まあ、この中でお話をしたように少しずつ前に進めていく、まあ、こんなような、まあ、いわゆるやり方をアジャイル開発という部分ですけれども、あのこのようなやり方をしっかりとその現場の中で身につけていく、まあ、これがその実践力の3つ目の力になります。滝でいうところの落ちるだけじゃなくて、たまにあの水が戻る場合もあると。そうですね、あの循環させましょうということですね、はい、でもっともっと それで良くしていくと、はい、流れをということなんですね、はい、明確な目標があればあのどんどんと実践していくことによって磨き上げていくってことは可能なので、やっぱりどんどん手を打っていくってことが重要なのかしら。そうですね、非常にデジタルケイパビリティが高い会社さんっていうのはこの、アジャイルなチームっていうものがまあ無数にあってですね、うん、まあ、そこがこう自立分散的にまあもう何回も何回もこう回転していく、うん、まあ、これがこう理想の姿だと思うんですけれども、まあ、こういった形にまあどう作っていけるのかというところがまあ大きなまあ課題であり、超えなければいけない壁なのかなというふうに思っています。ピザ2枚ですね、はいはい、まあ、人によってピザ食べられる量は違いますけど、大体2枚ぐらいでできるグループを作っていくということですね、はい、次回はいよいよ最終回なんですけれども、デジタル組織のマネジメントについて深く掘り下げていきたいと思います。松延さん、また次回よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。 NRI Voice NRI Voice NRI Voice。 この番組はアプリや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI Voice で検索してチェックしてください。最終回も引き続き松延さんにお話を伺っていきます。ナビゲーターはサッシャでした。